はい、ということですね。今日も新型コロナのオミクロン株です。でもね、今日ちょっとね、最近出した動画の中で面白いと思います。そのオミクロン株の中ではね。とりあえずね、ちょっと作りたかった動画って言うと、こんなところ一段落かもしれないですね。って言ってもまたね、オミクロン株についての情報いろいろ出てくるんでしょうけれどもね。で、今日はですね、ちょっとなんで面白いかっていうと、これがですね、まあ、新型コロナのオミクロン株っていうと、やっぱ一番のね、こう注目部分っていうと、これね、毒性がですね、弱毒性であるかどうかってところじゃないですか。で、今日のね、話ですけれども、これがもしですね、こう、オミクロン株がですね、弱毒性であるとすればですよ、こういった前提条件。あるとすればですけれども、なぜそうなのかっていうね、そのロジック的な話がですね、これ、多分初めてだと思うんですけれども、これがね、こういった理由で弱毒性になってるんじゃないかってニュースがね、出てたんですよ。まあ、ちょっとね、論文の話なんですけれども、これね、ちょっとね、査読前論文です。だからまあ、査読前の論文ですからね、ある研究者が考えて書いた論文。で、客観的なレビュー入ってないんですよ。チェックはされてないと。ただこれがですね、ニュースになってたんでこれ紹介したんですけれども。だからね、まあ、査読前論文ですから、一応これ仮説ぐらいに受け取っておいてください。言ってもまあこれ、専門家の意見ですけどもね、ちゃんとした。はい、ってことでね。まあ、だからちょっと面白そうでしょ。で、これをね、紹介していくんですけれども、ちょっと読んできますね。これがですね、新型コロナウイルスの新たな変異株、オミクロン株は、同じ細胞内に存在する別のウイルスの遺伝物質の一部を取得することで、少なくとも一つの変異を獲得した可能性が高いという見解をアメリカの研究者らが示したってことで、まあ、ちょっとわかりにくい表現ですけれども、これがですね、こうあります。この遺伝子配列は新型コロナウイルスの従来株には見られないが、風邪の原因となるウイルスを含む他の多くのウイルスには普遍的に存在し、ヒトゲノム、過去人間の全遺伝情報にも存在するという。まあ、だからこれですね、こう今あったように新型コロナウイルスの従来株には見られないってありましたけど、多分ね、ちょっと全体読んでいくと、多分これですね、従来株に限らず、多分今までの変異株も含めて、今までの新型コロナのね、変異株含めたものにはちょっと見られなかったところがあると。でですね、それが何かっていうと、今あったように風邪とかのウイルスとか、あとですね、人のですよ、人間の遺伝子情報の中にも見られる、そういったね、遺伝子配列のものが見られたと。ってことなんですよ。で、続けて、査読前論文サイト OSF プレプリントに2日に掲載された研究を主導したアメリカデータ分析会社エヌフェレンスのベンキ・サウンダランジェン氏は、この遺伝物質を取得することでオミクロン株は自身をより人間のように見せ、まあ、人の、ね、遺伝子の中にもある配列だって言ってますからね、人間のように見せ、人の免疫システムによる攻撃を回避している可能性があると指摘しているってことで、この部分はこれですね、弱毒性というよりはこれね、今あった人の免疫システムによる攻撃を回避ってありますから、だからね、なんか人間の中にそもそもね、もともとあるような感じに見せておいて、あれですよ、新型コロナのオミクロン株がですよ、新型コロナのオミクロン株が人の種に入ってくると。でもさっきやった、人のね、人の遺伝子情報にもある同じような配列を持ってる部分があるんで、それちょっとね、こう、だからこう、悪い部分があるようなものって思わせないで、人の中にもともとあるような感じに見せておいて、オミクロン株がですよ、そうするとこれですね、なんか、おかしなものが入ってきたぞって人間の体が思わないんですよ。っていうことで、なんかこれがですね、だからまあ人間が持ってるね、自然免疫とか、あとワクチンに作った抗体なんかから攻撃されず、だって変なものだと思わせずに、なんかもともとあったものだから、外部からね、入ってきてるオミクロン株なんですけれども、もともと人間の種にあったものだからって風にちょっと思わせるっていうね、免疫システムとかに誤解させると。そういったことでね、だからそういったことで攻撃されないんで、結果感染すると。そういったこと言ってるんだと思います。だから結果ですね、今までのちょっとね、オミクロン株以外のこれ変異株、デルタ株とかそういうのそうですけれども、そういったのと違って、ブレイクスルー感染がよりしやすいって意味だと思うんですよね、これ言いたいことは。で、続けて、これはウイルスにより感染しやすくなる一方で、まあそういったことで、今言った通りですけれども、感染しやすくなる一方で、症状は軽症または無症状になることを意味する可能性があると。これですね、ちょっとこれなんでですね、風邪のウイルスとか人ゲノムのね、遺伝子配列があると、弱毒、今ね、弱毒になるね、意味もね、そういった可能性もあるってありましたけれども、なんで弱毒になるかっていうね、そのロジックまでちょっと書いてなかったんですけれども、もしかしてこれあれですかね、こう、ちょっと僕が勝手に想像したわけですけれども、人ゲノムに似せてる部分があるんで、そうするとですよ、もしかしたらその代わりに攻撃力がね、落ちるってことなんでしょうかね。ちょっとここのロジックは明記されてませんでしたけどもね。まあこれですね、今書いてあったように、症状は軽症または無症状になることを意味する可能性があるって、まあ可能性ですけれども。まあ、だから人ゲノムに似てるから感染しやすい。でも人ゲノムにね、人ゲノムに似てる配列を持ってるから、ちょっと軽症になるって言ってるんですけれどもね。ちょっとはっきりね、なんで軽症になるかのロジックは書いてないんですけれども。でですね、で、こっからはですね、今までこれですね、なんでこれ感染しやすいとかね、弱毒、そのロジックでしたけれども。で、こっからはですね、なんでこんな変異をしたかって話になってきます。これね、一応ね、なんでかって理由2つ書いてあるんですけれども、まずね、理由その1ですけれども、これがですね、これまでの研究によると、肺や消化器系の細胞は、
SARS-CoV-2、まあ、だから新型コロナウイルスのことです。新型コロナウイルスと風邪のコロナウイルスに同時に感染し得る。だからですね、まあ、風邪にかかっていた人が風邪にかかったままで治ってないままですよ。風邪に感染してるままで、風邪もあれですよね、なんかこう4つのコロナウイルスが風邪をね引き起こすってありますよね。まあ、というのもね、風邪のウイルスに感染していると、厳密に言うと風邪ウイルスって名前じゃないですけれどもね、風邪になってると、風邪になってる人が風邪になったままで新型コロナウイルスにもかかってしまう。だから両方かかってるね、二重感染、こういった状況があり得ると。でですね、こうした同時感染が起きれば、同じ宿主細胞に存在する2つの異なるウイルスが相互に作用しながら複製し、双方の遺伝物質を持つコピーを生成するウイルス組み換えの場ができることになる。まあ、だからあれですね、2つの細胞の融合みたいなね、まあ、厳密に言うと融合してるわけじゃないんですけれども、1人の人がこうね、2つのウイルスに感染してて、同時に感染してると。で、この中でウイルスがこう増殖したりするわけじゃないですか。そういった中で片方のウイルスがもう片方のウイルスの特徴を持ってしまうことがある。変異、そういった変異をする可能性があるってことを言ってるんですよね。で、続けて、サウンダラジャン氏らは論文の中で、この新しい変異は両方のウイルスに感染した人の体内で SARS-CoV-2、まだ新型コロナですね、新型コロナウイルスがもう一方のウイルスの遺伝子配列を取得したことで最初に起きた可能性があると指摘ってことです。まあ、僕が説明した通りだと思うんですけれども、でですね、まあ、ということはこれですね、理由その1は、まあ、説その1なのかな、これね、これが、まあ、風邪のウイルスと融合的なやつ、融合してるわけじゃないですけどもね、風邪のウイルスの特徴をですね、新型コロナ取ったかもしれないという説なんですよ。それでそういった、ね、変異をしたという説です。そしてもう一つの説、その2ですけれども、これがですね、こうあります。この遺伝子配列は、まあ、これね、この遺伝子配列だってこれ言ってるの、これね、さっき言ったヒトゲノムに似たね、遺伝子配列のことなんだと思うんですけれども、このね、ヒトゲノムに似た遺伝子配列は風邪の原因となるコロナウイルスの一つであるHCoV-229E のほか、エイズウイルス、HIV でも多く確認されているという。ってことで、だからあれですね、これね、さっき言った、人に似た遺伝子配列を持ってるね、その人に似た遺伝子配列の部分ですけれども、これですね、風邪の原因となるコロナウイルスの一つである、だから何種類かありますからね、HCoV なんとか 229E。これにも見られるし、そして他にもですね、エイズウイルスにもこのね、ヒトゲノムに似た遺伝子の配列、これが見られる。ということで、で続けてですね、まあ、これも前ちょっと言いましたけれどもね、こう書いてあります。オミクロン株が最初に確認された南アフリカは、HIV の感染率が世界で最も高い、何百万人いるって話だったと思うんですけれども、で、HIV は免疫力を低下させ、風邪ウイルスやその他の病原体に感染しやすくなる。サウダラジャン氏は、広く存在するこの遺伝子配列が、あ、だからね、この広く存在する遺伝子配列ってのもこれですね、ヒトゲノムに似た遺伝子配列ですけれども、これがオミクロン株に加わる組み換えが起きた可能性のある人がこの地域には多数いると指摘する。で、時間とともに繰り返し組み換えが起き、オミクロン株の出現につながった可能性があるというってことで、だからね、これその2のね、説その2ですけれども、風邪ウイルスじゃなくて HIV に感染している人からこのですね、ヒトゲノムに似た遺伝子配列を取り込んだかもしれないって話ですね。 HIV の方からね、その人に似た遺伝子配列をこう新型コロナのオミクロン株が取り組んで、まあ、オミクロン株誕生みたいになったっていう説ですね、これ。まあ、どっちからだからね、風邪の方から取ったのか HIV から取ったか分かんないですけれども、これね、南アフリカっていうと他の地域と比べてこう HIV の人が多いってことだから、そういった可能性も結構高いかもってことなんですよね。まあ、どっちかから、風邪か HIV どっちかから、これ新型コロナですね、人に似た遺伝子配列を取り組んでオミクロン株誕生になったんじゃないかってことなんですよね。はい、ということですね、これね、もし弱毒性ならば、まだこれ確定してないですからね、弱毒性ならばこのあたりはね、関係してるかもって話なんですよね。ただこれですね、まあ、まだ確定してないですから、この論文出した人もですね、安心しろとはまだ言ってなくて、こういうふうに言ってます。サウダラジャラン氏は今回の研究について既存ワクチンを接種することの重要性を浮き彫りにしていると述べたと。はい、ということでね、今日大体こんなところです。短いですけどね。あとおまけこれもちょっとやりたいんですけれども、これね、ワクチンについてのちょっとおまけのニュース、あんま関係ないですけどね、今の話とね、これがですね、ワクチンのお値段についてちょっとね、イギリスでね、ギクシャクしてるって話なんですけれども、イギリスでごちゃごちゃしてるってね、これがですね、こういったニュースです。新型コロナウイルスワクチンの開発製造業者であるアメリカ製薬会社ファイザーが秘密維持契約を利用して暴利を貪っているという指摘が提起された。イギリスね、イギリス紙ガーディアン日曜版のオブザーバーは5日、ファイザー製ワクチン1回分の原価は76ペンス、これが今でいう為替レートによりますけれどもね、約113円に過ぎないが、ファイザーはこれを22ポンド約3284円で販売していると、イギリスの生物工学者の分析を引用して報道したと。まあ、イギリスでね、イギリスでこういったことがあって、ちょっとごたごた、少し話題になってごたごたしてるのね。うん。
で、これですね、原価113円、安っと思ったじゃないですか。でも一応これね、ファイザーは反論してて、しかし、ファイザー側はこの指摘に対し、各種費用が含まれていないと反論した。ファイザーは、オブザーバーが推定した原価には、研究、流通などの多費用が含まれていない。新型コロナウイルスワクチンの税引き前利益率は 20% 台に過ぎないと主張したということで、まあ多分ね、これファイザーが言ってる方が多分当たってるんですよ。だからね、原価だからね、このね、何ですか、ガーディアンの日曜版オブザーバーですか、これが言ってるのは本当にね、材料費だけなんでしょうね。だからワクチンの材料費が113円ってだけなんでしょうね。でもちろんね、これね、やっぱすごい一番お金かかるのが、これワクチンっていうと研究開発費ですよね。多分これ研究開発費ね、何千億円かかってるはずですよ、これ、うん。だからね、そういったの取り返さなきゃいけないから、もちろん乗っけていかなきゃいけないじゃないですか。いつかそれが全部乗っけて取り返したら、そこから全部ね、こうなんだろうな、全部こう利益になっちゃうね、利益ばっかになっちゃうから、そこで値段下げれるかもしれないですけれども、その前やっぱこう利益ね、これ研究開発費も取り返さなきゃいけないですし、あとあったね、流通コストも含まれてないみたいですからね。だから研究開発費も流通コストもね、なんだったらもしかしたらパッケージされてる包装紙のお金とかも全部入ってないかもしれないですよね。さっき言った原価が113円なのにって意見はね、うん、ちょっとこの件に関してね、これ、ファイザーはかわいそうかなと思いました。うん。ただまあこれね、動画としてはですよ。動画としてはこれね、ファイザー叩いた方が全然ね、いいねいいねってね、高評価押されるんだと思うんですけれどもね。うん。まあただこのチャンネル、ちょっとそういうチャンネルじゃないんでね。まあこれからもね、ファイザーに文句つけた方が高評価つくかもしれないですけれども、ちょっと最後ファイザーね、擁護みたいになっちゃうとね、なんか低評価つくと思うんですけれども。でもこのチャンネルはね、ちょっと客観的にね、あくまでちょっと客観的に、別にファイザーが悪いときはファイザーが悪いってはっきり言いますからね。うん、ちょっと客観的なね、動画を作っていこうと思います。あ、まあ、坂上忍に対してちょっとね、客観的に作ってないかもしれないですけどもね。はい。ということで今日ちょっとね、なんか初めて出た、なんかオミクロン株がなぜ弱毒になってるのかっていうね、そういった話でした。面白くなかったですか？僕ちょっと面白かったんですけれども。もっともっと細かいところ分かっていたらね、それも面白いと思うんで、紹介していこうと思います。はい。今日はこんなところでございます。あ、まだ弱毒化確定じゃないですけどね。うん、今週中には出るのかなっていうね。